小遣い制度にするのも大切だと思うしもしそれでそれ以外にお金が欲しいって言うんだったら退借にすべきだよね子供に全部借用書 <laughs> 仕事があることに対する感謝を感じれるし感謝があるってことは生きるっていう喜びも生まれるしねそうですね、うんうんうん、今の日本は感謝がなさすぎるんだよ、うん ニトリ子供のに関しては基本的にお小遣いみたいな明確に月いくらみたいなあげてないんですけどどっか友達と行くからこうこ,こでお小遣いちょうだいっていう時渡すじゃないですかでもそれはパパが稼いだお金をあげたものであってお前が稼いだものではないから使い方に自由はないっていう。 感覚なんですね、うん、で、子供とかだと例えば今だとゲームの課金をしたいとかがまああるんですよそれは人からもらったお金をこっちからするともう僕はそのゲーム知らないし無駄とお父さんが思っていることに使うのはやめてまあ、そういうのは使わせないんですよただ家の中で玄関の靴を揃えると10円とか奥さんが設定した金額があるんですよ畳物を やると何枚で10円みたいな。で、自分で稼いだお金は自由に使っていいってなって、それは課金に使おうが、何に使おうがと。で、あとは学生は勉強がまあ仕事みたいなもんだから、100点を取った時に100円とか200円とかもらえるんですね。まあでも僕はその考え方はいいんじゃないと思うよ。 もうだってその例えば子供は学校に行って何をするのか何が仕事かって言ったら勉強することが仕事ですっていうんだったら仕事に対して結果を出すってことは何点だったらいくら何点だったらいくらっていうふうに小遣い制度にするのも大切だと思うしもしそれでそれ以外にお金が欲しいって言うんだったら貸借にすべきだよね子供に全部借用書すべ <laughs> 全て借用書 <で>そう将来必ず返しますっていうもうそこに必ず書いてやって <laughs> はいはいはい、うん、で年更新になるっていう,うお前だと今もうこれぐらいお前は俺から借りてんだぞお前これどうやって返すんだと <laughs> 返し方はまず出せと <laughs> 出せと <laughs> どうやって返すかをレポートしろと <laughs> はいはいでまあ信用によっては貸せないぞとそうこうと。 なるほどなるほどでそういうやりとりをやっぱやる,やるべきだと思うあでもそれめちゃめちちゃゃ面白いっす、ねうん、やっぱ家の中で、うん、なあなあになりすぎてることが多すぎて、うん、で他の人の家もそうだから自分もそうってお思ってるかもしれないけど、うん、だから世の中ってみんなお金に対してすっごく考え方が甘い人が多いと思うんだよ子供もそう大人もそそうう大人 もっとお金に対してシビアに考えるべきだと僕は思うしお金っていうものがどれだけ稼ぐのが大変か稼いでる人にどれだけ感謝をすることが必要かであと仕事があるっていうことにどういう感謝を自分でしっかり表していくのが大切なことかっていうのをみんなねいい加減に思いすぎてああそうっすねもう、まあ、僕なんか勝手に遊びを仕事にみたいな手を取っているので。 今回マルタ来る時も、行く直前に、あ、じゃあ行ってきますってうふうに言ったら、奥さんが、え、いつ帰ってくんのあいついつですって答えてで、忘れ物してない、パスポート持ったあ、持ちました。水着持った持ちました。ゴーグル持った持ちました。浮き輪は <laughs> あ、それは、あの浮き輪は現地でやするんで, <laughs> で、シーシャ持ったの <laughs> 持ちました。っていうやり取りの時に、娘たちが、パパ、何しに行くのみたいな。<laughs> <laughs> 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 今回の「○」だと時もそんな感じのやり取りがありましたし普段も「僕は仕事に行ってくるわ」っていうふうに出ると奥さんが「ほらパパもう遊びに行っちゃうってみんなお見送りして」みたいな感じでそうすると子供たちがバーッと集まって「えー、パパもう遊びに行っちゃうのまた来てね」って言うんですよね <laughs> だから多分苦労して仕事をしてお金を稼いできてるとは思われてないんじゃないかなっていうまあよしよしだね <laughs> そうですよね よしよしだねまあ本当にね思うんだけどお金稼ぐってやっぱりすごく大切なことでで大切なことだし大変なことだしで養われてるっていう感覚を身につけることもまた大変だと思うんだよその感覚って。で感感謝謝しろっっててて言われても感謝の仕方って分かんんないじゃん失ってみないと感謝ってできないししかも。 ありふれてることや当たり前に日常で続くことに感謝できなくなるから、はい、当たり前だと思ってしまうからさ、はい、社会に出て急に知ることになるわけですよねそう、うん、だからそう思うと子どものうちから自分で支払うっていうことを覚えるべきだし、うん、で自分で仕事をするっていうことを覚えるべきだし、うん、仕事があることがお金が稼げることだ ってことじゃん、うん、つまり仕事があることに感謝が必要なんだってことも気づくし、うん、例えば今回のコロナで日本中で自者が増えてる、はい、数がやばいうん、うん、でそれは仕事を失ったことによって、うん、そういきなりしてる人たちもめちゃくちゃ多いでこのコロナ禍コロナ禍って言われるけどでもそれまで散々ね、うん、日本っていうのは経営者が 働いてもらっていいですかみたいな姿勢が必要になるぐらい仕事にあふれてて働く側が働いてやってんだぞみたいなところってあったと思う別に俺他仕事あるしみたいなやっぱね思うけど仕事ってね 全員が全員仕事ができる環境が幸せかって言われると僕は違うんじゃないかなって思うことが多い仕事があることへの感謝がなくなるそう当たり前になってしまうからむしろそれよりかは仕事ができない人たちがいてで自分も仕事をしたいのに仕事がないっていう人たちの方が仕事があることに対する感謝を感じれるし感謝があるってことは 生きるっていう喜びも生まれるしね。そうですね。うんうんうん、今の日本は感謝がなさすぎるんだよ。うん、だから喜びが生まれないし、喜びがないから人生に色がないんだよね。で、色がない場合はモノクロの人生みたいになってるから。はい、だからみんな急に心が病んだりとか。うん、で、非現実のいわゆるバーチャルの世界に逃げたりとか。するじゃん。 そうね、ゲームの世界だったりとかね、うん、ちょっとね病んでるなって病みすぎてるなっていうふうに僕はすごく感じる、うん、まあ例えばこういうコロナを含めてはこう,こういった状況になってじゃあ仕事を失いましたってなっても自分の責任っていうよりもなんでじゃあ国は会社は守ってくれないんだっていう思,想に思考になる人の方が多いですもんね、うん 昨今で言うとパ、まあ、ンデミックの話も含め大企業がまあ倒産するとか自分が勤めてるところが潰れるとか震災とかで何万人の人が死ぬとかここ数年とかでこう予想してないかった未来というかこはすごいいっぱい起こったりとかしてるじゃないですか、うん、多分これだけいろんなことが起こると コロナで言うと、じゃあ協力金とかどうこうとか緊急事態宣言の要項をどうするかとか、政府自体もまあ対応しきれてないでしょうけど、実際、一般の人たちっていうのも、どう人生を設計していけばいいのかっていうのを対応しきれなくなっていて、すごい大変なここ5年、10年というか、世界中みんなが過ごしてんじゃないのかなっていう。それに対応できてる人、もしくは対応が早くできた人が生きていく世界だと思うし、いつまでも、 まあ戻るまでとにかく頑張りましょうみたいなこと言ってたらいやいや戻ないいよっていう話だと僕は思うんだよだよから対応力しっかりつけて自分が今までと同じ感覚じゃ生きていけないんだっていう危機感を持った上で自分がトライすることであと今まで自分がいかに感謝がなかったか。 いろんなことに対してそれに気づくことだよね、うん、そうすると人生って本当に面白いぐらいドラマチックになるし、うん、あと感謝ができるようになるとイライララしなくなる。うん、不満も減減りますよねでストレスってそもそも感謝の足らない人たちの、まあ、積み重なりなんじゃないのかなって思うこともある。うんあうん、だって みんなストレスストレスって言うけどそういう人たちって無人島に行って自分でじゃ生活してみてって言ったらそれもストレスになるんだよお金があったらストレスでお金がある社会がストレスじゃあお金のない社会に行ってみてくださいよで無人島で一人で生活してみてくださいよっていうとそれもストレスになるんだよ <laughs> そういう人たちって <laughs> 結局どの状況でもそういう人たちはずっとストレス感じてるわけさはい、はい、じゃあそれって何でって言うと 感謝がないからななんだよなるほどなるほどまあ想像力とも言うかもしれないですね自分が享受しているものの前提には何があるのかっていうものを見てていくか見てないかとかうーんそんな大層な話なのかなもっとシンプルだと思うんだよなそもそもありがたいって思ってる気持ちがあればそれはなぜありがたいのかっていう理由があるわけじゃん。はい なぜありがたいのかっていう理由があって、その理由が明確に分かれば、うんうん、すごく自分で幸せなんだなって思えるし。うんうん thanks, thanks so, much so much for coming, for coming. please, please go, go home safely i don't forget, forget to, to always walk on the wild side